け、初の試み、ショートを投稿してみようと思います。今回は、アステカ王国とインカ帝国の相違点について。そういや、なんでアステカは王国でインカは帝国なんだ。アステカも帝国と記載される場合もあるけど、基本的には王国呼びが一般的ね。王国も帝国も、彼らの国を発見したヨーロッパ人が名付けただけに過ぎないわ。アステカの統治体制は、本国、同盟国、植民地という関係。それに対して、インカは占領した土地を併合していったわ。アステカは支配した弱小国を併合せず、都合のいい構成国として存続させたのよ。インカが、降伏した部族の長に官職を与えて、国の秩序に組み込んだのとは対照的ね。政治的に統合されていたかどうかがポイントよ。つまりインカはヤクザで、アステカは半グレ集団みたいな感じか。